そういうことだったんだ。今まで俺にパスを出してきたあいつら脇役もこんな気持ちだったんだ。この敗北感は圧倒的なストライカーにゴールを託すことで救われる。俺のパスで勝てる。これがチームってやつか。これがあいつらとの化学反応ってやつか。これが敗北した脇役の存在意義なんだ。なんだ、なんだこれ。まとわりついてやがるのはこのパスの先にある俺の未来。そうか、タクスってやつは敗北の中にいる俺を確かに救ってくれる。でもそれは夢破れた人間がこれまでの人生を否定しないための現実逃避。そう、敗北者の言い訳だ。俺はこんな未来を生きたいわけじゃない。ショップウィンドからの鋭角ドリブル。見るべき道はバロー。あんなんできんの。やばいぞ、今潔にパスを出されたら終わる。どっちだ、そのまま俺をドリブルでかわしに来るか。いや、あのモーションはパスだ。連続チョップ。こいつ潔をおとりに使いやがった。自分の突進力を殺さずに切り返す稲妻ドリブル。マジかよこいつ、現在進行形で覚醒してんのか。ゼロチギリ、バロはもうパス出さねえ。見える、感じるぜ。敗北を知ったからこそ見るべきは主役で託す確かなルートなんかじゃなく、俺のゴールのために存在するこのシャドウ。